こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は基本的なことなんですけど、ビジネスマナーやルールについて意外と見られている可能性がありますので、領収書の書き方、その他書類について注意事項をしっかりと動画の方で押さえていきましょう。私はオンラインサロンの運営と TikTok、Instagram、Twitter もやってますので、ぜひそちらの SNS もチェックしてみてください。また自営業フリーランス向けに本も出版してますので、そちらの方も合わせてチェックの方ぜひよろしくお願いします。それでは早速本日の内容に行ってみましょう。それでは本日の内容、企業初心者へということでね、領収書の記載すべき書き方のルールについて動画で解説していきたいと思います。本日の内容です。企業初心者向けっていうことで動画作っているんですけどもね、意外と皆さんね、しっかり学んだことがないとかね、なんとなく作ってるけど本当にいいのかなっていう方はおさらいとしても使えますので、ぜひ動画の方お願いします。はい、領収書のルールについて説明して、あと逆に領収書をもらう側になった時の注意点も合わせて紹介をします。そしてビジネスマナーが意外とビジネスのチャンスにつながることがありますので、そちらの例を紹介したいと思います。そしてまとめと次回予告、本日の内容はこのような流れでいきますので、ぜひ最後の方までよろしくお願いします。はい、領収書のルールについてなんですが、こちら出版してる本の第1章、今日は 9-11 をします。領収書ってね、どうやって作成するの、初めて作る時にね、本当に合ってるのかって、やはり不安になるポイントだと思います。気をつけるポイントはどこなんだろうっていうのを動画で解説していきたいと思います。もちろんね、本にもこのページありますので、本を持ってる方はそちらの方合わせて動画聞いてもらってもいいですし、本手元にない方もね、動画を見れば理解できるようになっていますので安心してください。はい、それでは領収書の作成についてね、解説したいと思います。これは意外と皆さんね、しっかり学んだことないとかね、なんとなく他の方の領収書を見てこうやって作るのかなみたいな感じで、企業当初のとこってね、結構意外と皆さん不安になったりするポイントじゃないかなと思うので、基本のルールはしっかり押さえたいと思います。必ずしもこうするっていう法律で決まっているわけではないんですけども、やはりね、こうビジネス上のルール、まあ暗黙のやり方っていうのがありますので、しっかり押さえましょう。まず一つ目ですね、相手先ですね、誰かが特定できないような上様は記入しなくて、正式な名前を書くようにしてください。例えばね、前株なのか後株なのかとか、あとね、会社名を間違えてしまったりね、担当者の名前を間違えるってなりますと失礼なことになってしまいますので、こちら必ず間違いのないように正式な名称を書くようにしてください。株式会社なのか有限会社なのかで、個人名の場合はお店の名前にするのか、フルネームの個人の名前にするのかっていうのを確認してあげると親切かと思います。そして2つ目のとこなんですけど、金額を記入するときは改ざんを防ぐためにルールがあるんですね。冒頭にまず円をつけるということです。これね、意外と皆さんね、ついてると思いつつ意識したことないと思うんですけど、この円マークがまあ先頭についている理由としては、要は数字を増やしたりすることができないようになっているわけです。要は改ざんしないようにということですね。領収書がね、例えば5万円のところをね、50万円にするみたいなことがね、改ざんしようと思えばできてしまうので、頭に円マークをつけるというのはこういう理由があるんです。そして3桁ごとに点をつける、これも細かいことなんですけど、どうして点をつけるかというと、その間に0を足したりすることができない、要は改ざんを防ぐために3桁ごとに点をつけています。そして末尾、一番最後にですね、小さい棒を入れるんですね。これも同じことです。要は0を後ろに足して5万円の請求書を50万円にしないようにというふうに、金額を記入するとき、これ手書きの領収書の例なんですけど、このようなルールで改ざんを防いでいます。そしてこちら消費税をね、記入する額があるので、そのうちのね、消費税、まあ、10% なのか軽減税率8% なのかによってまた変わってきますけど、消費税も記入してください。そしてこちら収入印紙についてです。意外とね、収入印紙皆さん知らなくて貼り忘れてるっていうね、例あるかと思うんですけど、ここの領収書の金額が5万円以上の場合は収入印紙を貼る義務がありますので、必ず収入印紙200円分を貼って、そして今度ね、収入印紙剥がして使われるって、まあそんなね、なんか細かいことする人実際はいないと思うんですけど、この収入印紙を貼った時にまたね、剥がして使われるということを防ぐために、割印をするというルールがあります。このね、割印忘れずに押してください。そしてこの正し書きというのは、何を購入したかっていうのを書く欄になるんですけど、なるべく具体的に書くようにしてあげてください。よくあるのがね、やはりお品代みたいなね、よく商品代とかね、何買ったかわからないというふうになりますと、相手がね、経費にね、するときにしにくいっていう場合がありますので、なるべく具体的に書くというのがルールになってます。そしてこちらですね、発行者の情報を記入するというルールがあります。これ郵便番号とか住所、電話、問い合わせ先などを記載するということになります。こちらの印鑑なんですけど、この印鑑というのは必ずしも必要ではなくて、まあ、押してあるお店が多いということで、慣習としてね、押している方が多いかと思います。ここ必ずではないので、そこ
こまでね絶対に押さなければ領収書として効果を発揮しないというわけじゃないので安心してください。まあ、あるといいですよぐらいのものです。今はねどちらかというと印鑑を廃止していくっていう流れになってますので、この辺はなくても大丈夫なんじゃないかなっていうふうに思います。そしてこれからねインボイス制度というものが始まります。インボイス制度もし登録してね課税事業者となる場合には登録番号っていうのを領収書に記載しなければ正式なねこの書類インボイス制度の書類というふうに認められなくなりますので、今後インボイス制度が入ってきましたら、これ令和5年の10月1日からスタートする制度なんですけど、そちらの時にはこの領収書にプラスこの登録番号を手書きでもいいので記入する、もしくはね手書きの領収書ではなくて、会計ソフトの中で作る領収書とか、要はパソコン上で作る領収書の場合には登録番号を自動的に記載するような仕組みにしておかなければならないということになります。そしてインボイス制度で何なのそもそもよくわからないという方はインボイス制度のね動画ありますので、そちらの方ぜひチェックしてみてください。ではこちらは自分が領収書を発行する時のルールだったんですけど、じゃあ実際自分がビジネスし始めてもらう時の注意点もありますので、そちらもね合わせて今回はね紹介したいと思います。はい、もらう時の注意点なんですけど、領収書についてなんですけど、きちんと宛名があるか確認をしてください。自分がね発行する時もきちんとね宛名合ってるか正しい宛名を書いてあげるっていうのはルールなんですけど、もらう時にもね確認をしてください。意外と空欄だったり上様になってたりってするようなねケースありますので、宛名があるかっていうのはきちんと確認をする必要があります。また正し書きがきちんと書いてあるか、先ほどね出す側でも言いましたけど同じことです。もらう時に品物代とかね品代って書いてあると一体何を買ったのかっていう後で読み直した時に分かりませんし、税務調査の時にねこの品代品物代ってありますけど一体何を買ったんですかって聞かれた時にパッとやはり答えれないですので、もう少し具体的に書いてあるか、正し書きが空欄の場合はすいませんけど正し書きこのように書いてもらえますかっていうふうに一言言うっていうのもいいかと思います。もちろんね毎回毎回ねそのようなね領収書発行する時お店側も負担になりますのでできない場合あるかと思うんですけど、なるべくある方がベストです。そして皆さんこれよくある質問なんですけど、レシート領収書両方いるんですかとか、領収書もらえなくてレシートしかないんですけど大丈夫ですかっていうんでね聞かれる質問あるんですけど、領収書っていうのは必ず必要ではないです。どちらかというと今はレシートの方が証拠としては有効です。なのでどうしてかと言いますと、金額、何名で行ったかどこの店っていうのはレシートの方がきっちり書いてありますので、レシートの方が証拠性としては有効性が高いということになります。なので領収書は必ず必要ではないです。もちろんね両方あるとベストなんですけど、どうしてももらえない場合とか領収書ね混雑してね後ろのレジも並んでいる時にね領収書すごいもらいにくかったみたいなケースあるかと思うので、必ず必要ではないんですけど、レシートは必ずもらうようにしてください。もちろん両方あるとベストです。もう一つ新しい制度、電子帳簿保存法というのは入ってきています。これは、年明けからスタートしてちょっとね厳しいということで2年間猶予というのができたんですけど、今後この電子帳簿保存法というのはどんどんスタートしていく、もしくはねだんだん厳しくルールがなっていくかと思います。これどういうことかと言いますと、データでもらった書類はデータで保存してくださいねってことです。要は取引先からメールで領収書をもらった、請求書見積書をもらった場合はデータでもらった場合は紙でね印刷していてもダメですよ。書類はデータでもらった場合はデータで保存してください。要は PDF 化してどこどこ会社の何月何日にもらった領収書ですというように、パソコン上でね検索するとすぐにその領収書見積書請求書が出るようにデータを保存していかなければならないっていう保存法っていうのがね入ってきてます。こちら2年猶予、延長ではないです、2年猶予なんですけど、こちらの方のね制度もどんどんねルール厳しくなっていくというふうな予定ですので、しっかりとねここ練習しつつねやり方をね学んで2年間かけて対応できるようにしていく必要があるかと思います。そしてこの電子帳簿保存法についてはこちら動画で解説したものがあります。こちらの動画ちょっとね1点注意点なんですけど、2年猶予期間がありますよっていうルールが発表される前に撮った動画ですので、もうねスタートしますよっていう前提で話してる動画になりますので、そこだけすいませんけども気をつけてみてください。今はね2年猶予がある状態になってますので、皆さん2年かけて準備をしていく練習をしていけばいいかと思います。間に合うかと思います。はい、ではそれ以外のビジネスマナーについて紹介したいと思います。領収書の、ね、作成はね先ほどポイント押さえましたけど、領収書以外にも事務書類っていうのはたくさん出てきます。ビジネスをしていると事務書類というのはねたくさん出てきます。例えば請求書、見積書、納品書、また料金表やメニュー表などね、いろいろなものをね作成しなければいけません。前はね会社にいるときは会社の日
ながったかあったりとかね、前任の方が使ってたやつをアレンジしてとかあったかと思うんですけど、自分でビジネスをすると一から全ての書類をね作らないといけません。領収書以外のこれらの書類も作っておかなければなりません。そしてこれらのねものというのはひな型というのがね調べれば落ちてますので、そういうのを使うのもいいですし、また会計ソフトで最近請求書、見積もり書とかね、領収書等も対応している会計ソフトさんたくさん出てきてます。特にクラウド会計ソフト、フリーさんとかマネーフォワードさんというのは対応してきてますので、そういうものをうまく使うというのもいいかと思います。またこの料金表やメニュー表ね、どうやって作ればいいんだろうって迷う方いるんですけど、これ同業の方がどのような料金表メニュー表を作っているのかっていうのは、今 SNS なのでね見ることできますし、例えば飲食店の方だったら飲食店の検索サイトあると思うんですよ。まあ、例えば大きいところですがグルナビとかいうところ見ると、もうメニュー表、料金表とかねカシャッと写したものがアップされてますので、どういうメニュー表が魅力的なのかなとか、値段設定ここどうされてるのかなっていうふうな参考になるものというのはあちこちに今落ちてますので、しっかりと調べて自分のお店に合うようにアレンジして作っていただければいいものが出来上がるんじゃないかなというふうに思います。そして意外とこれらのビジネスマナーっていうのがビジネスチャンスにつながる場合があります。本当に誰がどこで見ているかわからないですので、細かいことだからね、まあまあいいやって思わずきちんとすることが大事かなというふうに思います。以前あった話なんですけど、イベントに出る時に領収書をね持ってった方っていうのがいたんですよ。私のねあの会計セミナーに出てくださった方で、イベントの時にもね一応欲しいっていう方ね少ないと思うんですけど、持っていくといいですよって言って持っていったところ、この領収書のところに住所と名前が書いてあるじゃないですか。欲しいって言った方にその領収書をお渡しした後、その後ご連絡がそこからあって、領収書から辿ったんですけど、すごく良かったのでまた再注文をしたいということでね、仕事が入ったっていうケースもあります。ですので誰がどこで見ているかわからないので、たかがね事務作業だろうということで甘く見ずにしっかりすることが大事かなというふうに思います。あとビジネスチャンスといえばね、やはり自分のビジネスサービスのホームページを持つっていうことは今の時代もうね当たり前というかマストだと思います。たまにね以前だったらね、ホームページってやはりあった方がいいんですかって言ったら、まあないよりはあった方がいいですよっていうような答えがね返ってきてたと思うんですけど、今ホームページやもしくは何か SNS など自分のお店を紹介するページ、要は案内ページというものは何かしら持つというのがマストになりますので、皆さんねこういうところから意外とビジネスチャンス転がってますので、きちんとこういうものは作るようにしてください。そしてこのねビジネスマナーなんですけど、この事務書類などを見て人となりというのも見られている場合もあります。この仕事でのやり取りの方法、この書類を見て書類すごい適当だなとか、こういうとこができてないということはマナーを知らない方なんだなというふうに捉えられる場合もあります。あとメールの内容のやり取りの仕方、きちんとね何々会社様担当何々様みたいな風に書けるかどうか、いきなりね名前もなく宛名もなくね、いきなり本題に入るって言ったらさすがに友達とのやり取りではないので、やはりそういうとこなりで人となりを見られると思うので、最低限のビジネスマナーそこまでかしこまらなくてもいいとは思うんですけど、やはりきちんとしておいた方が印象いいというふうに思ってください。そして意外とこのね事務処理ができるかどうかというのは、仕事の依頼をして大丈夫かっていう信頼をね得られてるっていう時もありますので、きちんとこちらのね領収書が切れる、請求書が出せる、まあね、見積書、納品書がきちんとセットして出せるのかどうかっていうのはきちんとね対応しておくとビジネスがスムーズにいくんではないでしょうか。またね急にこれお願いしますって言われた時にね、何も準備をしてなくて一からまた作るってなるともうわたわたになっちゃいますので、ビジネスがスタートする前にはある程度こういう事務系の流れというのは一通り把握しておいて準備をしておくということが大事になります。はい、まとめです。本当にね基本的なことだけど大事ですよってことです。だから領収書だろうということでね甘く見ない方がいいですよってことです。やはりビジネスマナーっていうのはあります。きっちりね法律で決まってる絶対こうしなければならないというものではないんですけども、やはりねそこで仕事ができる人かどうか判断される時もありますし、ビジネスのチャンスがね知らないうちにね漏れているっていうふうなことになる場合もありますので、しっかりと抑えましょう。はい、そして分からないことは調べるという姿勢が大事です。今ねそこら辺に情報を転がってますね。皆さんがどうやってビジネスされてるか同業者のチェックをするのもいいですし、この方うまくやってるなっていう風になったらね、このね調べるっていうのもね参考にするっていうのも大事です。わからないことは調べるという姿勢でいってください。次回予告です。次はね第1章の92、個人と法人どっちでスタートするのが正解について解説をしていきたいと思います。こちら皆さんね結構迷うポイントだと思います。スタート時どっちでやるのがいいんだろうとかね、個人がいいのかな法人がいいのかな、またね法人化するタイミング等々迷う方多いですので、次回こちらの方で9、12を解説したいと思います。今私の YouTube 動画というのはこの本の紹介、本の質問9を一つずつ紹介して説明していくっていうものと、普通の動画というのに各週交互でやってますので、またね
求人に気になるよっていう方はぜひチェックの方よろしくお願いします。またチャンネル登録しておいてください。はい、私は税理士川美奈のオンラインサロンということでオンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目、オンライン上で質問や相談が税理士にいつでもすることができる。要はね、税理士をオンライン上に雇うという感覚です。 Facebook の非公開グループで運営をしています。2つ目、定期的にサロンズームを開催しています。これサロンメンバーだけ参加できるズームなんですけど、私に直接質問相談することもできますし、サロンメンバーさんいろんなね業種ビジネスしてますので情報交換の場としてもすごく好評です。そして3つ目、税理士の裏側を公開しています。オンラインサロンのね投稿平日毎日1記事書いているんですけど、新しいね税金や経理の情報、または YouTube、TikTok の裏側、 SNS の集客ってどうやってるのなどなど、私のね裏側情報などもオンラインサロンのみだけに今投げていますので、オンラインサロン気になるよって方は詳しくは概要欄の URL から飛べるようになってますのでチェックの方お願いします。はい、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。今チャンネル登録数が 8.、これちょっと古いですね、 8.9 万人になっています。また自営業フリーランス向けに出版もしてます。 Amazon Kindle 版もありますし、大きい書店では売ってますし、あと楽天ブックスでも購入できますので、ぜひ皆さんお買い上げいただいて、また Amazon レビューしていただけると本当に嬉しいのでぜひお願いします。また Instagram はフォロワーが 1.6 万人、 Twitter もやってます。 TikTok も、フォロワーが 6.2 万人になってますので、他の SNS も概要欄の URL から飛べるようになってますので、そちらの方ぜひ合わせてチェックの方してみてください。お待ちしています。はい、それでは本日の動画以上になります。基本的なことなんですけどね、やっぱビジネスルール、マナーっていうのを抑えていた方がビジネスはスムーズにいきます。ぜひね、起業初心者の方、ちょっとね起業して数年経つって方、意外とね基本のルール忘れてたりとか知らなかったっていうことありますので、しっかりと抑えて勉強をしていきましょう。それでは本日の動画以上になります。いつも最後までご覧になってくださってる方、本当にありがとうございます。自営業専門税理士川美奈美でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。